じゃあ皆さんこんにちは、レック専任講師の雲野です。今日はですね、令和4年の司法書士筆記試験、なんと1回の受験回数で合格された、合格者の方をお呼びしてお話を伺いたいと思います。短い時間ですけれども皆さんどうぞお付き合いください。それでは合格おめでとうございます。ありがとうございます。非常に皆さんにとっては驚きだと思うんですが、実はですね、日本の国籍の方ではありません。中国から、日本にいらっしゃって、コロナ前にですねいらっしゃって、何年でしたっけ？18年の12月日本に来ました。2018年の12月。じゃあ本当にコロナ前ですよね。はい、そうですね。はい、でその時に日本にいらっしゃって、お仕事でですよね。そうですね、はい、当時のお仕事で日本にいらっしゃって、そのまま日本でその時のお仕事はお辞めに なられた。そうですね。最初はちょっと開業しまして会社経営者としてやっていたんですけども、やっぱりその業務内容はですね、コンサルティングということで、やっぱり資格がないとなかなか、まあ、信用してくれる人がいなくてですね、その後やっぱりその資格が取ったら、まあ、良くなるんじゃないかなと思いましてですね、その後は行政書士を目指してレックを、横溝先生の講座を受けまして、で合格しました。はい、その時横溝クラスで行政書士の試験1回目で受かられた。それが2020年、1回目はですね2019年の6月頃から勉強し始めて、独学ですけれども、やっぱり時間が短くてですね、1回目受からなかったんですけども、やっぱどうしてもリベンジしたくてですね、横溝先生のクラスを申し込みましてですね、その後講義を受けて合格しました。それが何年いらっしゃいますか？2019年です。2019年。いやでもあれですよね、日本語をもうなかなかね、法律用語って難しいのに、ね、はい、横溝先生のクラスで、はい、もう横溝先生のクラスで、はい、横溝先生の講義で日本語を覚えたような形ですかね。もともと大学で日本語を専攻しまして、でその後日本に来てですね、やっぱりその昔は商社の時代で結構日本出張も多くてですね、はい、じゃあもともと日本語は少し造形がおありになって、そうですね、はいはい、それで行政書士取られて次に司法書士を、2019年はですね、ちょうど年はですね12月宅建士の試験もありまして。宅建も、はい、取られた。宅建も取ってました。すごいですね。で どうあって司法書士っていう、やっぱりそうですね、なんていうかこう自己啓発も、含めてですね、やっぱり資格、法律資格の、まあ、最高峰までは言えないんですけれども、弁護士もありましてですね、やっぱり僕はもう揉めない仕事をやりたいんですよね。そうですね、平和産業ですかね、はい、我々司法書士は、はい、司法書士を目指して雲野先生のクラスを申し込んでですね、はい、それであれですね、はい、じゃあもう横溝クラスから私のクラスに行って、はい、でも私話すの早いじゃないですか。そうですね、はい、よく大丈夫でしたね。僕はやっぱせっかちですので常に 1.5倍速。 1.5倍速、はい、いやなかなか、もう2倍速にしたら眉毛がつながるっていう世界。そうですね、はい、じゃあ 1.5 倍速で通信で、はい、通信で聞いてくださっていたっていうことですよね。じゃあもうでもこれで1回で受かられた、なんかこうご自身 の秘訣っていうか、もうなんかこう、はい、これが多分鍵だっていうのありますか？はい、やっぱりそうですね、先生が当日、まあ、そうですね、通信で受けてるんですので、当日講義を聞いてからです、当日は必ず復習した方がいいと思います。あとは繰り返しですね、はい、まあやっぱ先生がおっしゃったそのエアテキストの状態になったらですね、はい、一番いいと思いますけど、まあ、そこまで僕過去問はそこまで解いてないんですけども、最後はまあ直託を申し込んでですね、直託の過去問だけを解きました。直前択一過去問絞り込む講座、ね、略して直託なんですけど、3月末、まあ、4月から直前3ヶ月、はいはい、今その時の資料を今ちょっと
りいたしまして、後であの写真を撮らせていただこうと思うんですけど、もう本当にあれですよね、今日何問何問っていう、私が提案させていただいた通りにやってらっしゃるなっていう。そうですね、ノルマが決まってですね。ノルマ、はい、ね、今日はこれやらなさい、何問やらなさい、何問やらなさいっていう、はい、その ABAB のプランで、その通りやってらっしゃるんで、はい、本当にあの綺麗にやってらっしゃるのを拝見させていただいて、あ、その通りやったんだっていうふうに思ったんですけど、はい、もうそれですあれですか、もうだんだんとこう公開模試とかでこう点が伸びていったって実感ありました。そうです、ね、最初は結構焦りしたんですけども、うんうん、やっぱりそのなんていうかこう一回不合、まあ不合格した人も含めてみんな受験したんですけど、僕初受験ですので、点数、まあいい点数取れなくてちょっと悔しいだったんですけど、やっぱり先生の話を聞いて、あと YouTube の話にも聞いたんですけども、先生がやっぱりだん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 こう良くなるっていうことになるんですので、まあ、僕はきちんとやっぱり直託を選んでですね、あの先生が指示された通りでそのスケジュールを組んでですね、やってました。とその他どん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 こう成績が上がってきて、上がってきました。はい、じゃああれですね、確かにこの成績を拝見するに、ね、頑張ってらっしゃるなって。いやいやいや、もう私がもう感激です、これをやってくださったのを見て。じゃああれですね、これから口述試験を受けられて、まあ口述は落ちませんから、この後ね、司法書士になられるにあたって、何かこうご自分でこうなんか抱負がありますか、こういう司法書士になりたい。やっぱりなんていうかこう企業に関してその M&A 分野に、あ、商業の分野、はいはい、ちょっとやっていこうかなと思ってましてですね、はい、まあもちろん不動産登記も、まあ、やりますけれども、やっぱ M&A の分野はやってる司法書士はそんなにいないんですので。ああ、確かにそうですね、はい、東京でもね、はい、本当に3人4人ぐらいしかいないですね、はい、あれですか、でも今私が横浜でやってるように、はい、ね、中国の方の不動産も、はい、需要はありますよ、はい、需要ありますありますけど、はい、あります、まあまあいいです、これ重要です、ありますけど大変です大変ですけど、できる先生がやっぱりいないので、そうですね、うん、はい、その分野はもうおすすめではありますけど、はい、もう絶対需要があると思います、はい、M&A 中心って言っても多分放っておかれないと思います、はい、じゃあこれから司法書士の、まあ合格を目指す方に何かちょっとこう元気のできる出るアドバイスをいただければと。やっぱりそうですね、僕国籍は日本ではなくてですね、やっぱりきちんと先生の話を聞いて、まあ、ちゃんとやればですね、物理的に合格できると思いますので、皆さん海野先生の言葉を信じてですね、一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございました。じゃあ今日は令和4年の司法書士試験で筆記試験1回で受かった合格者の方のお話を、貴重なお話を伺いましたので、皆さんどうぞ参考になさってみてください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。